本当に今夜現れるのかい？多分。巨大な魔人が現れて町を破壊するなんて、そんなおとぎ話みたいなこと本当にあるんでしょうか？さあどうだろうね。頑張りすぎるとまたじいさま教授方から嫌われますよ。これは一体どういうことなんだ？困っている女性を助けるのは当然のことです。英国紳士としてはね。魔人の笛。まさかこれが魔人？君、危ないじゃないか。お久しぶりです、教授。お前だとこの子供が証言しているではないか。やってないものはやってない。君がルークかい？もうすぐ世界は終わるんだ。ルーク、君だって本当のことを知りたいはずだ。現実から逃げていたら真実へはたどり着けない。どう？綺麗でしょ？うん。空を見ているとね、この街で起こることなんて小さなことに思えてくるの。私は厄災の魔女、近づく者に災いをもたらす。実にいい謎だ。この謎、私が解いてみせよう。全ての謎に答えがある。エルシアル・レイトン、彼ならきっとたどり着くだろう、真実に。私に任せてください。どういうことだ？やっぱり世界は終わるんだよ。これはレイトンとルーク出会いの物語。レイトン教授と魔人の笛。さあ始めようじゃないか、新しいゲームを。はい、旦那様。